島の復興なくして東北の復興なし、東北の復興なくして日本の再生はなし。本日ですね、大熊町の役場が町内に戻ってきました。まさに地域を再生したい、復興したいという皆さんの熱意によって復興は間違いなく進んでいます。東京電力福島第一原発においては廃炉作業が一歩一歩着実に進んでいます。廃炉作業の前線地であった JA ビレッジはですね、近く全面再開をします。今日もサッカーを楽しむ中学生高校生の笑顔が溢れていました。来年の3月にはその JA ビレッジから復興五輪の聖火リレーがスタートします。その際、私も訪問して島の皆さんと共にですね、復興五輪の開幕を、そして復興が進んでいる島の姿を世界に発信をしたいと思っています。